マリー・ド・ブルゴーニュは、ブルゴーニュ公、フィリップ・ル・アルディとその妻のフランドル女伯マルグリット3世の間の四女、サヴォヤ公、アメデオ8世に課した。ブルゴーニュ公爵夫妻の第8子、四女として生まれた。長兄ジャン・サンプールは、ブルゴーニュ公、次兄アントワーヌは、ブラバント公、弟フィリップは、ヌベール伯及びルテル伯である。長子マルグリットは、シモバイエルンシュトラウビング公、エノー伯、ホラント伯、ゼーラント伯ビルヘルム2世の妻、次子カトリーヌは、オーストリア公、レオポルト4世の妻である。1401年10月27日、アラスにおいて、父方の従子ボンヌ・ド・ベリーとサヴォヤ伯アメデオ7世の間の長男である、サヴォヤ伯アメデオ8世と結婚した。1416年、夫が神聖ローマ皇帝、ジギスムントによって、帝国伯から公爵に昇格を許され、1418年には、ピエモンテ公の称号も与えられた。そのためマリーも、公爵夫人を名乗ることになった。1422年に死去し、オートコンブ修道院に葬られた。夫との間に少なくとも9人の子女を設けている。ありがとうございます。